次に鈴木義弘君。鈴木君、国民民主党の鈴木義弘です。私は学生時代少林寺拳法を習っていた一人なんですけども、その教えの中に力愛不二という言葉があります。で、愛のない力は暴力なり、力のない愛は非力なり、この言葉が、今の世相を表しているのかなというふうに思っています。法律を作ったから、それを守る人ばかりじゃないから、処罰があったりですね、国際法があるんだからみんなルールを守りましょうって言っても現実は守らない国がいくつもあるし、それが事象として出てたのが今回のロシアとウクライナの話だと思うんです。別に喧嘩を売る必要はないんですけども、喧嘩を売られたときに自分のファミリーも含めてやっぱり一人でも多くの人を守るっていうのが今忘れ去られていて、立憲主義っていうふうに声高々に言う方がいらっしゃるんですけど、国防の義務は自衛隊があるだけじゃない、国民一人一人が国を守るっていう気持ちがなければやっぱり国難に立ち向かっていくことはできないんじゃないかというふうに思って質問に入らさせていただきたいと思います。大臣の所信でですね、我が国の法制度の基盤を担う法務省においてはこのような大局観に常に念頭に置きつつというふうに述べられているんですけれども、現在、我が国に2000を超える法律があります。で、私は8年前にですね、連絡室を通して各省庁に、今、所管している法律が運用されているのか、要するにもう対象がないとかですね、時代がもう過ぎてしまっている、そういう法律があるんだったら、照会かけて、返事をくださいと、いうふうに投げましたらですね、自分の課、自分の部、隣の局もわからない、自分の課はわかる、部はわかる、局はわかるけど、隣の局がそれをされているかどうかはわからない、ましてやその隣の省、違う省に行けばなおさらだって。でも毎年毎年、今回の通常国会でも58本の法律が上程されるような話になっています。毎年毎年、法律改正と新法ができていく中で、2000を超えている中でですね、誰もそれがわからない、自分の所管している、自分が商売をやっている、自分が生活しているところの法律は分かっていてもですね、ほとんど違うところで法律が運用されてしまっている、この今の現状をですね、大臣としてどう捉えておられるのか、まずお尋ねしたいと思います。古川法務大臣。現在、2000を超える法律が存在しておると、でこれを、整理、改廃するべきではないかという趣旨でのご質問だと思いますが、法務省所管外の法令の整理、改廃につきましてはですね、それはその当該、所管している当該省庁で検討されるべきものでありますから、私、今、これ、法務大臣としての立場でお答えをさせていただくことは、差し控えさせていただきたいと思っております。ちなみに法務省所管の法令といいますのはですね、社会経済情勢の変化ですとか、当該法令の実効性を踏まえ、必要に応じて改廃をしてきたものと承知しております。今後もですね、法令の改廃の要否については、適時適切に検討して対応していくというふうに考えています。鈴木君。例えば明治帝国憲法から日本国憲法に移行するときに300の法律がスクラップ&ビルドされたと聞いています。で、中曽根内閣のときに土光臨調をはじめですね、300の法律がスクラップ&ビルドされている。もうそれから40年近く経っているわけですね。だから、先ほど大臣が答弁で、先般述べられたように、法律の所管する法務省としてですね、やっぱり率先してそれをやっていくべきだと私は思うんですけれども、でも2000もある中で、それは基本法だとか、プログラム、いろんな呼び方されますけど、法律の基本って制約と強制を伴うものだと思ってるんですね。で、大臣の所信でも述べられた、一番最初に自由っていう言葉を使ってるんです。でも毎年毎年法律の改正と新法ができていくことによって、必要だから制定するし見直しをしていくんだと思うんですけど、結局国民や事業者の自由っていうのはどんどん制約されていくんだと私は思うんですけど、
それについてもう一回ご所見を お尋ねしたいと思います。古川法務大臣。私は所信表明の中で、その自由とか基本的人権の尊重、あるいは法の支配というこれまで人類が数多の困苦を超える中で結実させた原理というものを所信表明の中で述べました。ここでいうこの自由といいますのは、今委員がご指摘になりました、つまりたくさんの数多の法律法令が世の中に生み出されてくる結果、その規制、いろんな規制を受けるということにおいてのその自由が制約されるということにおいての自由という言葉をお使いになったと思いますけれども、私がその所信の中で申し上げております自由というのは、要するに人類社会がこの歴史の中を通じて得た価値、つまり人はですね、すべての人が、やはり自分の考えをしっかり持ちながらも他者を尊重し、そして助け合いながら自由にかつ助け合いの社会で幸せを享受して生きていくと、こういうこの理念を述べたものであります。その意味ではその法律がこの国会において毎年たくさんこの量産をされることによって、制約をされるという意味での自由ということで申し上げているものではございません。鈴木君。なかなか趣旨が噛み合わないのかもしれないんですけど、結局法律を作るっていうのは、もう再度もう一度言いますけども、結局強制と制約をさせることが法律の本分だと思うんですね。あなたは何やっちゃいけない、何しなさいって、でも自分は自由に、それは自分には関係ないだろうって言いながらも、やっぱりどん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 国会で法律を作ることによって、やっぱり社会が息苦しくなってきてるんじゃないかっていうふうに考えるわけです。だからそれはそれで置いておきます。で、今回提出された職員の定数の見直し、裁判官も含めてですね、毎年毎年なんか法案が出てきてるんだっていうふうに、説明を受けましたけど、こういったものはなんか上限をきちっと決めて、でそんな1年ごとに見直しを図るんじゃなくて、5年なり10年なりですね、ある程度その社会の状況を見ながらで、毎年毎年法案を出すより違う法律を審議していくっていう方に向けていった方がいいんじゃないかと思うんです。で特に国家公務員の処遇に関わるものが、法案で出るんですけども、それは一つの章で全部がリンクするようにできないもんかなと思うんですけど、その点についてお考えをお示しいただきたいと思います。古川法務大臣。委員が今ご質問なさっているのは、国家公務員の身分処遇に関する制度とおっしゃいましたから、これは一般職および特別職の国家公務員ですとか、あるいは裁判所の職員ですとか裁判官ですとか、そういうあらゆるこの公務員を全部一括して扱ったらどうかというご趣旨でおっしゃったんだというふうに受け止めた上でお答えを申し上げますけれども、憲法76条第3項にですね、裁判官は法と良心に従い独立して職権行使すべきものと規定されております。で、裁判官の法的地位についてはこのような憲法の定めに由来する特殊な面がありまして、行政機関の職員とはですね、根本的にこの法的地位が異なるものだというふうに理解をしております。また裁判事務等の円滑な運営のためですね、裁判所の人的体制や裁判所の職員の勤務条件のあり方については、これは司法権の独立に配慮をした上で
検討されるべきものだというふうに考えます。このような裁判官の地位の特殊性等を踏まえますと、この裁判所の定員ですとか、裁判官の人事に関わることについてですね、一般職の国家公務員や他の特別職の国家公務員と一緒にして、一括してやって、この処理する、扱うということは、非常に問題があるのではないかというふうに考えます。したがいまして、やはりそこは別の法律で定める必要があるだろうというふうに考えております。鈴木君。これは法案の時にまたお尋ねいたしますけれども、結局、独立した、制度であっても、上限を決めとけばいいんじゃないかという考え方です。で、今回、法律で、減数をするということは、結局は欠員を補充してなかったから、その分、裁判の件数も減ったから、結局、圧縮しましょうっていう話で説明を受けたんですけども、結局それだったら、結局、じゃあ、そこを上限にしとけばいいだけの話じゃないかっていうふうになるんじゃないかっていうことです。はい、古川法務大臣。ご質問がですね、これまたこの裁判所の職員の定員と、これもこの委員会でまたご議論いただくことになると思うんですけれども、そのことについて、関連してお尋ねになっているということだと受け止めさせていただいた上でお答えをさせていただくんですが、確かに委員がご指摘になるようにですね、その法律で定員のこの最高限度を定めておいて、具体的なその定員はですね、定員数については最高裁判所規則などで決めると、そこに委任するといった形の立て付けにしてしまえばいいではないかという、このご提案、ご提言だと思います。確かに、このような立法形式を取る場合にはですね、定員の計画的、弾力的な運用ですとか、機動的な対応が可能となるだろうといった、そういう長所も考えられるなというふうに思います。しかし他方ですね、このご指摘のように、この定員数の最高限度数を定めてしまうとですね、ある程度、この中長期的な、この事件動向等を予測して、必要な人的体制の見通しを立てることなども必要になると思われます。ですから、そういうさまざまな論点があるということであります。ですから、その立法形式を取るかどうかというようなことについては、やはりまず裁判所において検討がなされるべきものだなというふうに今思いながらお聞きしたところであります。鈴木君。これ以上話しても水かけになるだけなんで、ただ法務大臣として、法務行政に寄せられる内外のさまざまな声にしっかりと耳を傾け、法務行政をより良くしていくんですと、持てる力を尽くして取り組んでまいりますって述べてるってことは、やっぱり普段の改革をしていくことが大事なんだというふうに思います。で、次に、法務行政の具体的課題の取り組みのうち、外国人との共生社会を実現するためにっていうふうにあるんですけれども、私の身近なところで、外国籍の人が働いたり住んでりしてるんですけども、日本の小習慣っていうんですかね、生活習慣だとか、社会習慣を理解して入ってきてもらってるようには思えない人が多いんだね。例えばエスニック料理が大好きな、それが自分の主食として、生活、生活してきた国から日本に来られたときに、やっぱりその周りで毎日エスニックの匂いを嗅いでいいなっていう人もいれば、もう全然嗅ぎたくないっていう、アパートを借りるその大家さんなんかもですね、申し訳ないけど、そういう人方は入所させてないでくれって言われるんです。だから法律でいいからとか悪いからっていう話じゃないところで、生活習慣の中でのいざこざがやっぱり起きてるのも事実あるんですよね。だから日本に入ってこられて、日本で学生をするとかですね、就職、仕事をするとかっていうふうに来られたときに、日本はそういう国だっていうのをですね、ビザを発給したりなんなりするときに、やっぱりその
分かってもらうような努力もしなくちゃいけないんじゃないかと思うんですけど、その辺についてのお考えをお示しいただきます。古川法務大臣。委員がおっしゃるように、我が国の生活習慣、社会習慣を理解してもらうということは、やはり大事だなというふうに思うわけです。で、法務省においては、外国人材の受け入れ、強制のための総合的対応策に基づきまして、生活就労ガイドブックを政府横断的に作成をして、外国人生活支援ポータルサイトで公開しております。このガイドブックの中にはですね、安全安心な生活、就労のために必要な基礎的情報を盛り込んでおりまして、しかもこれ、多言語で作成をしてあります。ですから、入国前、日本に来る前、入国前であっても、この外国人の方が日常生活におけるルールですとか、習慣などの情報を入手することができるということになっております。我が国での生活に必要となるこれらの情報をですね、やはりこの入国前に外国人が入手をして、そして理解をしていただくということは、その外国人が入国した後に、私たちのこの社会でより円滑にこの溶け込んでいく、生活をしていくということにつながる、役に立つというふうに思っています。今後、入国前の情報提供の在り方についてはですね、外務省等の関係機関とも連携して、やはりこの広報周知に関する取り組みは、一層推進していきたいというふうに思います。鈴木君。その啓蒙啓発だけしてルールを守ってくれれば、それに越したことないと思うんですけど、そういう事案が国内の中でもやっぱり散見されるんだと思うんです。で、去年、おととしだったんですかね、埼玉で起きたのは、ヤギがいなくなったとか、ニワトリがいなくなったとかって、それが外国籍の人が取って食べちゃった、中にはその肉をですね、販売をしていた。日本人にはちょっと考えられないことが起きてるんです。だからそれはルールが 前段にあるんだから、それでいいじゃないか、それは鶏を取ったとか、ヤギを取ったって窃盗罪で、それは刑法で処罰すればいいじゃないか、そうなる前に、やっぱり日本のルールっていうのを分かって入ってもらう、またそこにやっぱりビザを出すなりですね、審査をするときに、もう少しそこのところは、やっぱりもうちょっと厳しく。ルール化するなりしてやらないとダメなんじゃないかと思うんですけれども、もう一回ちょっと答弁できれば。古川法務大臣。人というのは、それぞれの性格を持っているわけですね。で、いろんな価値観、文化、この趣味も思考もいろいろあるわけです。で、外国人ということのみならず、お互い日本人同士であってもですね、やっぱり人はそれぞれ違う。だからこそ、やはりその違いを認め合って、そしてお互いに尊重し合って、で、いろいろぶつかることもそれはあるのだけれども、なんとか折り合いをつけながら、この世の中を共に形成をしていくと、世の中を支えていくということが、やはり私は、この目指すべき世の中の姿だろうと思います。すべての人がみんな同じになるわけはないわけですからね。ですから、そういう考え方は持っておりますけれども、例えばその外国人がですね、日本の社会に入って見える、でその時に文化の違いや習慣の違い等から、いろんなことが あるのでしょう。でもそういうことをやっぱり乗り越えながら、やっぱりこう理解が進んでいく、やっぱり共に暮らしていく、私はそういうこの懐の深いといいますか、おおらかな社会であったらいいなということを、兼ねて思います。はい、以上です。鈴木君。野党から一生懸命拍手が出るんだから大したもんだな。じゃあ次に行きます。再犯防止に取り組みの中で犯した罪を償い立ち直ろうとする人たちを受け入れられる懐の深いしなやかな社会づくりを推進しますとあります。で、昨年ですね、経済白書のデータを見ると刑法犯の再犯者率っていうんですか、
平成13年から右肩上がりで令和2年の数値が 49.1%、 大臣が掲げている理念は再犯者には届いてないのかなというふうに思うんですけれども、ご所見を伺いたいと思います。古川法務大臣。お答えします。安全安心な社会を作っていくためにはですね、再犯防止の取り組みがとても重要だというふうに思っておりまして、政府におきましては再犯防止推進計画等に基づいて各種施策に取り組んでまいりました。これらの取り組みは着実に成果を上げていると思っています。例えば刑法犯の検挙件数も年々減少しているところであります。しかし一方でですね、この初犯者の数も減少しているものですから、結果として再犯者の占める割合、すなわち再犯者率が高止まりをしているという、数字上そういうことにもなっておるわけですけれども、いずれにしてもよりまた着実に成果を上げるべくですね、より一層の取り組みが求められているというふうに考えています。鈴木君。でさらにですね、私は修正教育の考え方が限界に来てるんじゃないかって思われるデータがもう一つあるんですけども、入所受給者人員中の再入所者人員は減少してるんですけど、再入所者率は 58% 年々やっぱり増えちゃってるんですね。そうすると今までの司法の取り組みの中で強制教育っていうのをベースにしてやってきたんだと思うんですけど、今大臣がご答弁いただいたように、やっぱりその初犯を犯す人は減ってきてるんだけども、再犯する人はあんまり下がってない、だから割合が上がっちゃってる。だからそこの元の考え方を少し変えていかない限り、再犯率や再入所者率を減少するっていうのは難しいんじゃないかっていう考え方です。中には4回も5回も再犯を起こしている人も、もうほとんど、刑法犯のものによってですね、再犯率が高いのはもうご案内だと思うんですけども、今までの考えのやり方ではなかなかそれは再教育させていくっていうのは難しいんじゃないかっていう考え方なんですけど、ご答弁いただきたいと思います。古川法務大臣。お答えいたします。刑事設備におきましてはですね、委員ご指摘のこの強制教育についてさまざま取り組みをこれまでもいたしてきております。やはり刑事施設においては受刑者の特性に応じた効果的な処遇を行うことが求められておりますから、各種の改善指導プログラムを実施しております。立てて申しましたらですね、薬物依存離脱指導、性犯罪再犯防止指導、被害者の視点を取り入れた教育、交通安全指導、暴力防止プログラムなどなど、こういうですね、さまざまなこの改善指導プログラムを取り入れる、あるいは社会復帰に向けた就労支援等の取り組みも行っております。それから、これは矯正教育というのではありませんけれども、高齢、または障害があるなど、これ、出生の後ですね、やはり福祉的な支援が必要となる受刑者に対しましては、本人の同意を得た上で、常勤または非常勤の社会福祉士が関係機関と必要な調整を行ったりしております。このように、刑事施設ではですね、今後とも強制処遇の効果検証を行いながら、受刑者の特性に応じた指導や支援を一層充実させるべきだと考えています。こういうことを通じて、この再犯防止の施策を着実に進めていきたいと思っているところです。鈴木君。私のところの会社にも犯罪を犯したっていうのかな、保護司さんから頼まれて使ってほしいっていうことで雇うことがあるんですね。でそれでも途中でやっぱり辞めてっちゃうんですね。でなんで辞めてくって聞いたら、夜の仕事をしていて、やっぱり夜のが見入りがいいんです。昼間の仕事はやっぱりそれよりも少ない。だからやっぱり辞めて夜の仕事に帰っていってしまう、それが現実だと思うんですよね。
まあ、うちの会社が安い給料で、雇ってるからいけないんだって言われれば、それで終わっちゃうんですけども、現実をやっぱり直視した中で、やっぱり制度なり考え方が違ってきてるんだったら、それは改善していくべきだと、まあ、いうふうに思います。最後にもう1点だけ。申し合わせの時間が過ぎておりますので、ご協力お願いいたします。じゃあ終わります。また、ぜひお茶を、おいしいお茶を用意しておきますんで、議論させてください。次に